セミさん、立教大学行ってみたいと思います。今日の長文は空小中。6問全部いきますね。セミさん、空小中と言われたら思考プロセスですね。考える手順が決まっておりますので、ご紹介したいと思います。もちろん空小の前後と選択肢を見て、まずは知識問題ではなかろうか、と考えて攻めるのが賢明です。もちろん知識と言われたら、単語や熟語、文法方法などの知識ですね。皆さんが持っているものを総動員して考える。そこからアプローチするのが時間短縮につながります。で、知識で解けたらそれで OK。一方、知識で解けなかったら、そんな時は、括弧2番、内容把握問題だと考えましょう。で、そういう場合は、我々やることを決まっております。うにゃうにゃを成立させる。ということですが、空所前後の表現、そして選択肢を眺めて、この関係性ですよね。つまり、言い換えを成立させる。で、皆さん、立教大学ならではの例を考えてみました。空所前後の表現に、長嶋監督の母校、そして選択肢の中に立教大学。そういう感じになってたら、あー、ニアリーイコールだ。言い換え可能だ。じゃあ、立教大学を正解にしよう。という感じで選べば OK です。ですから皆さんは、なるべく早く解く必要性がございますので、この順番がおすすめです。で、皆さん、今私は空小中に関して語ってますが、ピンとくる方いらっしゃいますよね。そうです。空小中以外の設問。それは内容一問題や下線部説明。それも結局は言い換えを成立させる問題ですよね。ということは皆さん、未知の形式でも、やることは変わらないですね。ですから試験本番中、ああ、傾向が変わった。そんな状況に陥っても焦る必要性はございません。この括弧1番と括弧2番の手順。で、さあ内容把握問題だとしたら、言い換えを成立させる。こういう意識で臨んでいただきますと、正解を導き出せますからね。ということで、これを意識しながら頑張りましょう。さあ皆さん、まず説問の指示の一読をお願いします。皆さん、まず第一段落でございます。空所1番に入る選択肢、こちら正しいものを一つ選んでいただけますとよろしいかと思います。皆さん、これは空所の前後の形で一発ですよね。 B 動詞うにゃうにゃ to as、 もちろん正解ははーですよね。もちろん最後に書きますので、今は聞いておくだけで大丈夫です。本来の形は refer to a as b、 a を b と u で、今回は受動態になってるだけですからね。ですが正解ははーということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて第2段落でございます。まずは空所2番の検討をお願いします。さあ皆さん、これは空所の前後でございますが、 B 動詞うにゃうにゃ into の右側、家族になってますよね。家族や家計、これでいくと皆さん、また選択肢一発で決まりますよね。そうです。正解は、born ですよね。be born into うにゃうにゃの家族。これで皆さん、こういう家族に生まれる。もしくは家系に生まれる。という知識でいけるかと思いますので、正解は、ろということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所3番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、空所の左側でございますが、established。直訳すると皆さん、確立した。そうです。確立した詩人。そこから転じて、著名な詩人。かなり前向きな話が書かれてますよね。そして皆さん、空所の右側もそうですが、highest position。高い地位にあるんでしょうね。ですから空所の左側も右側もプラス。前向きな価値観で示されてますね。ですから、E をすっ飛ばして、ろ。皆さん、because 選んでしまうと、原因結果。その関係性は成り立っていないですね。で、もしかみさん、空所の右側に主語が欠けております。そういうところから、ろを削っていただけるとよろしいでしょうね。で、みさん、選択肢のハートにですが、これみさん、前後逆説ですよね。ですが、今回は、空所の前後はプラスの価値観。ですから、順説を表す、いが正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いてみさん、空所4番の検討をお願いします。まず空所の右側にフェイムという名詞がいますよね。名声という意味でいいんですが、皆さん、後ろに名詞があるということは、空所には他動詞、それを入れることになるかと思います。そうなってくると、まずイのビカムは自動詞、そして他動詞という点では OK ですが、選択肢のハ、インバイト、これだと皆さん、人を招待するんですよね。ですが今回は空所の右側は人じゃないですよね。そして皆さん、選択肢の2、テイクであれば取っていく。そうです。取れるものが来ますよね。例えば、take your camera。カメラを取っていく。そうです。テイクの目的語は具体的なものですよね。
ですが今回は名声でございますので、具体的にものがあるわけではないですからね。となってくると選択肢のロ、ゲインということですから、ウニャウニャを得る。で今回皆さん名声を得るというところで有名になる。でこのあたりは皆さん後でまとめますので、今聞いておくだけで大丈夫です。ですから正解はローということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。まずは空所5番、検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側、彼の死後何世紀にもわたってという期間を示してますよね。でそれを表すことができる前置詞と言われたら、そうです、for ですよね。期間を表す前置詞として有名ですよね。よって正解は2ということでよろしいかと思います。では皆さん、空所6番の検討をお願いします。さあ皆さん、これは空所の右側 A on B という形になってますね。で皆さん、それでいけそうな選択肢と言われたら E のベースですよね。そうです、ベース A on B、 A の基礎を B に置く、その熟語の知識を聞いてるだけですよね。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。次につながる情報ですね、今からまとめてみたいと思います。まずは一番上、 Refer to ときたら後ろは A as B、 そこまで押さえておいた方が安心ですよね。そうです、多くの方は Refer to、 うにゃうにゃについて言及する、そこで終わってる方が多いですからね。皆さんには後ろ A as B、そこまで見といてくださいね。そして意味は A を B だと言う。皆さん、言うという意味は言及するという意味からつなげられますよね。で皆さん、例文書いておきました。 The Big Dipper、 まあ覚える必要ではないですが、北斗七星、それは大馬座だと言われております。そして二つ目の星印、 Be born ときたら into 家庭、もちろん意味はウニャの家庭に生まれる。で皆さん、例文ご覧くださいね。 A wealthy family と書いてますから、裕福な家庭に生まれる、そういう感じで OK です。そして三つ目は有名になる、ゲインフェイム。もちろんゲインはウニャウニャの得る。で、フェイムは名声。ですから直訳は名声を得る。そこから転じて有名になる。そういう風にイメージしていただけると定着はできますよね。そして最後はベース。ときたら後ろは A on B。で、皆さん例文ご覧いただいてわかるかと思いますが、我々は B based on。そういう形をよく見かけますよね。ただ皆さん、それは受動体の形であって、本来の能動体の形はベース A on B。A の基礎を B に置く。ここは皆さん、まず押さえておいた方が安心です。ということで、まとめが終了しましたので、これを定着させるために画面を書き換えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットをする方は、どうぞ。で、皆さん、画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸10番。そこに入る5個をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。